今日はですね、阿鼻教官のボックスアモンケットを向いていきたいと思います。でもこれなかなか中身が残念だっていうことで今有名になってるんですけど、まあその視聴者の方はちょっと俺と一緒に地獄にお付き合いください。で地獄にもね、そのオアシスマスターピースってオアシスがあるんで、まあできたら当てたいなと思っております。ちなみにね、今回ね、アモンケットのマスターピースの確率、これね、ここに書いてあるんだけど、1935万円月1枚って書いてあるの、これね、前回の2160枚より上がってんだ、これ上がってんだね。で、計算したんだけど、1935万円1枚入ってる。汚い字だな。で、ワンパック15枚だから、129分の1でワンパック抜くと手に入るわけ。129分の1で手に入ると。そう。それ129分の36で当たると。いや、それ安直だよ。はい、でワンボックス36パックだから129分の128の36乗がワンボックスで出ない確率になるから、計算すると 24.4% でワンボックスからマスターピースで、これね 24.4% で出るから 24.4% で当たるの、うん、で 24.4% ってことは4つ買ったら 100% 出ると、うん、いやそれも安直なんだけどそう、まあそんな感じで、うん、ちょっと出やすくなってるから。分かったよ計算先生。じゃあ 24.4% で当たるのね。そうそうそう、うん、出る。じゃあ5個買ったら 100% 当たると。いやそれも安直だって。違う。いやまあね、いつも通り、恒例のパック対決をしたいと思います。まあ出たマナコストの合計の大きい方が勝ちという、はい、単純なルールで、マスターピースも含めるね。マスターピースも含める。で今回はね、ちょっとあんまレアにいいのがないんで、まあ勝った方は、負けた方が出たレアから1枚タダでいただけるっていうルールでどうでしょうか。いいですよ。いいんだ。いいですよ。ノリいいね。いけいけ。あー、金ピカ。金ピカじゃねえ。金ピカだぞ。じゃあまあ半分こしましょうか。半分こして、じゃあ開封しよう。じゃあ行くぞ、俺から。はい。一番手。はい、一拍目どうぞ。はい、行かせていただきます。記念すべき1パック目ね。え発売日に買えなかったからな、ちょっとテンション上がってるよ。テンション上がってんの。あ、上がってるよ俺は。いくぞ、ね、初パック。土地か。光ってる、光ってるよ。フラート。あー違う。あーでもこんなんあった。結構いいじゃん。レアは最初のレア。おお、いや1、結構いいよ。じゃあ1だよ。マナコスト1だし、うん、フォイルも透かすし。そうじゃん、そうじゃん。やばいじゃん、これパック開封バトルしてんじゃん。そうそう。はい、まだ1、まだちょっと待って、やばいぞこれ。うわぁ、さあ初陣待機にやる。あ、待って待って待って、まだ光ってる、光ってる。いいねいいねいいね。おお、でかい。レア黒い。うわぁ、やばいじゃん。じゃ11マナ。え、ここで15パック、15マナじゃん。待って、これトップレアだぞ。はい、あざす。いいね。これやばくない、これ15マナとか過去最高じゃん。よし、これでお前マスターピースだって。俺がマスターピースいただけばもう言うことなし。はい、ちょサクサクしすぎじゃん。いや、いいね、いいね。作業感出てるよ、もう。作業だよこれ、半分ぐらい。マスターピースへの思いをさ、重い。マスターピース来い、マスターピース4マナ。あ、はいはい。作業感餅つきかよ。でもね、俺常日頃からなんかもっと早くパック向く方法ねえかなって思ってたからさ、これ便利だな。おお、あ、ほら、あ、違う、レアか。はい、もぎ取っていく。もう、いやでもいいね、これいつもの倍のスピードで向けるから短時間でたくさん向ける。短時間だから2ボックス向けちゃうかもしれない。いけ。おお、強い。これは7マナ。うん、いいね。結構強いんじゃない。やばいぞお前。いけいけいけ、めっちゃ強いぞ。ガンガンいけ。計算追いつかないんですけど。でね、あのもう今、ちょっと待って、今マナコストのことしか考えてないけど、かなりやべえなこのエキスパンジ。おー、つー、俺もう。え、か、え、よしろ、やばい。やばい、やばいね。ちょっと待って、お前マジいいの当てて、もぎ取って帰ろう。え、待ってよ。俺、このゲーム結構強い説流れてんだけど。いや、お前はただ高いレアを当ててるだけだから。お !2 マナ ?2 マナ。わー、これも強いね。結構出すね。君結構出すね。ちなみにね、2分ぐらいでね、うん、あのもう9パック向いてるからね、結構過去最速の速度だ、ね、最速だね。また、おお強いなー。いいね。これ10マナだね、これやった。え、大丈夫だって、強いぞ。てか強いけど今とこ分割出してる。え、当たりなさすぎない。当たりなさすぎるね。これ今のとここれが一番高いもん。え、10パック今向いてんでしょ。ドン。おー、強いて強いて10マナだって。出すね。
これだ早い早くないなんか、いやいやいやなんかないそのいやもうその常日頃からもっと早く向きてえなと思ってたから最初おまな弱いってこのエキスプラション大丈夫やばい何にもねえぞいけはいおいおい3マナ土地出してくんない全部土地出してくんないちょっと強すぎるってそうだねてか楽しくねえな俺これさ本当に買ってたらもうちょっとなんかさちょっともうちょっとさないんだ、ね、5マナかマジでなんもないぞこれはなんつうの日本最強レベルのクソボックスじゃないかそうだね今んとこもう最強レベルのクソボックス最強目指すで俺はいけ1マナおい3マナ合計3マナはいこれねもう来月には多分250円で売ってんじゃねえかの隣これでもリミテ楽しいけどねこれあまあそう本当にね結構ねこれ嘘じゃなくてリミテは面白いんだよねおっこっちだよし初めてまともなの引いたなその赤いのかこれ悲しくないこれやばいぞ俺でも今ちなみに密かに目指してんのはボックス開封動画だけど10分切れねえかなっていううわーロナス なんでお前なんか一応高いぞロナスお前ここ7万の出してんのなんか喜べよなんかリアクションしろいやもう何も心が生きてないてかあれ今16パック向いてこんなんかリアクションしろお前もういやもう10分の動画なんでそんな早いんだよ10分の動画をエンコードするなんでそんな早いんだよやばいっていけ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 再生時間10分のボックス開封動画を撮りたい何目的なんだこれおーつい7これね勝ったわ違うお前がもうなんかお前強すぎだよなんか出してやばいやばいもらってくわそれを強いわよっしゃパック開封するぜなんだ早くってよちなみに吉野の計算したけど合計101なわけやばくないこれ101は過去最強だろ過去最強だろ、うん、はいはいはい、早いんだ早いんだ早いんだよ早いんだよ次が早いんだよ101だから吉野合計が合計じゃないや平均が 5.6 なわけ、うん、あもう早速無理じゃんうえこれはちょっといいぞ強いらしいねへいへい行くぜ行くぜまず1枚決まったわなんだお前勝つ気でいんのか俺強いからな勝つ気でいるよおーいおーけ船っとはいなんだこれ、はい。どんどんお前のノルマが上がってってるぞ、今。5でしょ、平均出さない。いや、分割が強いから、分割を出せば良いだろ。7! あ、強いね。はい。でも、レアが被ることそうそうないから、俺が取っちゃってるから、お前も。そうなんだよね。そうなんだよね。で、マスターピース出してもダメなんでしょ。そう、俺が持ってくだけだから。3マナなんだ。このエキスパンション、やべえんじゃねえの？本当にやべえよ。マジでやべえんじゃねえの？やべえ絵が撮れた。おー強いのに弱い。弱い今のですね。これでしかもマスターピース出しても、うん、持ってかれる持ってかれるだけなんだよ。マジで美味しくねえ。おー神話、はい。神話が結構出ている感じはする。そうだね。結構出てんのかな。おいしょー。おいしょーい。おい、ちょっともう勝てなくない？マジで。こんなかつてあっただろうかこんな絶望おい こんな絶望あったなんかさ俺の言った指定したレア当てたらさ勝ちっていうのないそうないっすねないっすねギデオンさ今さ今さ解禁賞じゃん俺らの開封動画の中でギデオンを最後のパック最後の1パックから出したら勝ちってどうギデオン買ったら俺レア2枚持ってるおホイールあー土地ちょっとそういうのなしそういうのなしだって俺だけ損じゃんあじゃあいいよ俺もうな欲しいのないいやもうきつくない栄光をもたらすもんところ欲しいもん結構、ね、おいっしょいー、いいかもういいよよし最後の1パックからギデオン出したら俺の勝ちね全上がったら 俺が2倍勝ちね2倍勝ちでいいよもうそのもういいよもうこんなおおお前最後に渡せこれ最後に渡せよお前俺最後と思ってここにおなんでだよおい最後から渡せよもうなんだよおい最悪俺それ最後だと思ってたのにじゃあもう一枚てか何この俺何この年当たったの何これいやお前あともうちょっとちゃんとしてれば勝ってたんだこっちから言われたんだよじゃあお前が渡したんだろそのパック俺だからそこを見て俺それギデオンだって思ったのよそういうことを言うやつもいますね。おーいい。
俺そんなことよりもこの2人で協力するからめちゃめちゃ早く向けるってことがすげえ楽しいんだよ。合ってんのかこれ、開封動画として合ってんのかこのやり方は。みんな早く見てって。強え。強えけど多分無理でしょ。多分で勝てねえってか、お前ギデオンマジで渡すタイミング間違ってんだろ。マジで。まだ、え、じゃあマスターピース出すよ、俺、マスターピース。マスターピース出したら勝ちってこといい？出たりよ、お前。勝ちじゃないな、引き分けだな。だって俺持ってかれんの意味やなんで。出したら勝ちね。よし、ね、俺、結構これ、だから今さっきね、当たったわけだから、はい、当たるわけ当たるかもしれん。当たるわけ当たるかもしれん。あ、ドゥーン。最悪やー。よく引いたな、ギデオン。よく引いたな。解禁賞だな、ギデオン。このだボックスとしてはどうなんこれ。え、でもかなり当たりじゃない、そのマスターピース入れなかったら入れなかったら当たりか。だってそのロナス、ギデオンが今一番ってかそのトップの2人。ああトップの2人は当てたか、うん、まあいいんじゃない。リアナ一番強いと思うけど。じゃあこれ計算するまでもないねこれ。計算いいわもう。はい、俺の負け。結果発表。それでは結果発表していいですか。はい、どうぞ。もう大輝の圧倒的敗北なんだけど、はい、一応ね、ヨシロの合計が101年、はい、で、俺の合計が61。すっくだ。もう40も差つくって、うん、ひどくない。そうだね、最悪だわ。でも勝負ってのは残酷だからね。そうね、うん、で、ヨシロが好きなの俺の出たところは持ってっていいと。それはもちろん。ギデオン最悪や。ギデオン持ってかれた。ギデオンは俺らの中で行き来しすぎなんだけど。てかギデオンすげえ出るな。すげえ出るな。まずレアじゃね。普通に。いや塩パックだね。俺でもちなみに結構マニックの歴史から言えば、うん、もうこんなもんだろうって思うところあるわけよ。これ幸せ？てかちなみにでも俺は、うん、その人の動画見て、うん、もっと悲惨なの見てきたから。まあ、よくこれで済んだなと。一応だからギデオン、ロナス、栄光をもたらすもの、過酷な指導者もまあまあだし、なんか結構上の方は引いてんだよね。え、全部レア足して遊戯王のボックスも買えないような人いたからな。そうなの。だから、うん、そういう人から考えたらものすごい当たりなのか、うん、じゃあまあ喜ぶべき結果と。え、てかだって正直あのマスターピース組めなかったらこれ以上の経済ってあんまない、うん、確かにそうだね、うん、だからよかったでしょう。そうだよね、よかったでしょう。かなり俺いいと思うから、まあ満足だよね。だもっと大やけどするつもりでいたから。まあっていうことで、まあ一応ワンボックスみたいな、まあ、こんな感じだっていうのを説明してみました。で、初心者の人にはちょっとあんま進めないですね、このボックスを買うのは。だね。やっぱりちょっと脳が焼けた人向けのパックだと思うんで。初心者何向いたらいい？初心者はやっぱ金でしむいてた方がいいと思います。土地もあるし、まあギアハルフとかもあるんで。なんか俺マジックやりてえなっていう人は、まあ、最新エキスパンションのアンモンケットよりもカルデシ向いた方がいいと思うんで。まあそっち向いてあげてください。はい、ということで、まあ、ボックス開封でした。ありがとうございました。